はい、始まりました、坂井のぞみ先生による第2回目の講座、はい、よろしくお願いします。今日も、アニムスの原宿表参道アニムスの坂井のぞみさんに来ていただきました。先生よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。皆さんもよろしくお願いします。今日は、何をやりましょうか。今日はですね、前回は、女性の方と一部の男性の方が楽しんでいただける内容だったんですけど、今日は男性と、そして女性の方と男性の方、皆さん楽しんでいただけるちょっとメイクをご紹介したいなと思います。なるほど。どんなメイクですか？それはですね、ハロウィンなどに楽しんでいただけるメイクといえば何でしょうか？ハロウィンなどに楽しんでいただけるメイク、何ですか？傷とかそういう系ですか？でちょっとあれですよね、私知ってますし外していいのか外さない方がいいのかちょっとめっちゃ今悩んで私も振っといて方向性が一瞬分かんなくてどうしようと思って、姉さんにお任せしようと思って傷とかですかとか言って本質分かるはずないみたいな、ね、まあそんな感じでねお送りしたいと思いますが、今日は傷メイクということで、特殊メイクの中に入るんですかね。そうですね。なかなか見る機会もないと思うので、私もまだ生で見たことないので見せていただきたいなと思って、単なる、興味本位で、ルネの部屋だから何してもいいんですよ、私が好きなことは。で、それに巻き込んだ形になっておりますが、はい、今日はそんな感じで傷メイクご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあここから傷メイク開始させていただきたいと思います。どうするんですか？これ自分でもできるんですか？自分でもできます。あ、そうなんですね。あと簡単な道具でやることができます。あ、じゃあちょっとそれ教えていただいても大丈夫ですか？はい、企業秘密ではないではないではない、バッチリバッチリバッチリ公開 OK です。何人かなと思って今バッチリバッチリ、はい、バッチリですよ。わかりました。じゃあちょっとやっていきたいと思います。はい、でですね、使う道具が、いろいろあるんですけど、順序から言っていきますか。はい。お、ボンド。はい。ほうほうほう、ボンドを使います。で、これボンド何をするかっていうと、傷の元を作るものですね。へえ。ボンドと、あとは女性の方よく使うと思うんですけど、まつげの糊とか、つけまつげの糊、あとアイプチっていう二重とかにするときに使う、糊みたいなものですね。男性はボンドの方が買いやすいと思うので、そうですね、ボンド持ってみました。はい、これ木工用とか何用とか関係ないですか？関係ないですけど、木工用の方がお肌にちょっと優しいかな。あ、そう、なるほど、わかりました。勝手なイメージわかりました。こういう、あとはその傷メイク用のパテっていうものがあるんですけど、紙粘土って、粘土みたいなものなんですけど、やっぱそれだとちょっとこう入手しにくいので、分かりやすいようにちょっと今日持ってきました。はい、わかりました。あとは、爪楊枝。あ、爪楊枝、はい。お弁当1個食べたら1本はついてくるんですね。まあ、今日はその爪楊枝からにスパチュラを持ってきました。スパチュラ、男性の方さ、スパチュラって聞いたことないので爪楊枝です。男性じゃないけど聞いたことなかったって本当ですか？これあれです、クリームとか、すくうやつ、すくうやつです。指だとやっぱ衛生的にちょっと、ダメなのと酸化しやすくなっちゃうのでスパチュラで取ってくださいね。なるほど。レギンスっていう言葉も最近知った女ですからね、私は。ね。でもレギンスとスパッツってあんま変わんないんですよね。ですよね。ね。でもスパッツって言ったらなんかね、知らねえあいつみたいな顔されるのがなんか腹立つから、最近レギンスっていうようにしてますけど、そんなことはね、どうでもいいですけど。なるほど、スパチュラを、使います。あとは、ファンデーションですね。はあはあ、ファンデーションなくても、男性なのは。これ、クリーム系のやつですか？
リキッド、リキッド、何でもいいんです、何でも。で、濃いめの色をお願いします。濃いめ。自分の肌より濃いめ。はい。あとは、まあ、ファンデ、同じファンデーション、うん、ちょっと粉のタイプ。粉のタイプ。はい。粉のタイプのファンデーション。はい。あとは、アイシャドウ。アイシャドウ。赤め、赤いやつ。赤と紫と黒。赤、紫、黒。ほうほうほう。で、まあ、アイシャドウの代用ということ、アイシャドウでもいいんですけど、うん、このドーランっていう、うんうん、舞台メイク用とかでよく売ってるんですけど、1個800円ぐらいかな。で、このドーランも使っていきます。はい。1個800円って安いんですか？ですかね。一食で800円ってこと。一食で800円。うん。あ、でも100円ショップとかでいいんですよ。あ、そうですよね。傷メイクをするだけなら100円ショップ行ってくださいね。それでですね。先ほど皆さんに内緒でちょっと仕込みを。だからボンド使うってことも知ってたんだけどね。はい。私がドライヤー忘れちゃったんでちょっと。乾かしてもらいます。で、まあ、こういう風に塗ってもらって、はい、そしたら、まあ、爪楊枝、まあ、スパチュアでやるんですけど、まあ、穴を開けてもらう感じですね、はい、もうボンドが皮膚になってるってイメージですよね。そうです、そうです。これボンドを、縦に塗った後にちょっと横だけ広げてるんですかね。そうです、塗ってもらって、うん、ちょっと今乾いてるんですけど周りを皮膚となじませてください、はい、でちょっと完全に乾くとこういうふうに穴開けられないので、うんうん、半乾きぐらいで穴開けてください、はいはい、こんな感じですね。傷っぽくなってきましたね。なってきましたね。でですね、はい、こうファンデーションを塗ります。うん、うん、はい。男性でファンデーションないって方はお母さんのファンデーションを借りてください。そうですね、周りから塗っていくんですね。そのなじませたところを今ファンデを塗っています。ファンデを塗ってそのポコッとなってるところも塗る。全部塗ります。全部塗る。ちょっと色味は分かりにくいと思うんですけど、うんうん、そのさっき暗めの色って言ったのはボンドって分厚いところは白いので、はい、薄色だとやっぱ隠れきらないので、ああなるほどなるほど、こういった感じで、はい、でもっと周り綺麗に、僕は今日はちょっと、はい、ダイナミックにやっていきますね。はい、そうしましたらこのファンデーション、はい、あとお粉のタイプでもいいです。お粉のタイプでもいいです。いいです。はい、お粉のタイプでもいいです。それを塗るって、リキッドだけだとやっぱ取れちゃったり取りやすくなるので、なるほど、抑えるような感じ、抑えるような感じで塗っていただいて、すごい。ではここからですね、着色に参ります。はい、すごいパックリいってますね。これは痛いですね。痛いですね。まあ、ここから皆さんの好みですね。はあ、はあ、色合いとか。さっき切り目を入れたところの中には濃い色を入れる。濃い色ですね。まあ黒とか赤を。はあ、ははあ。それ絵の具ですか。これどあのさっき言ったドーラン。ドーランです。ドーランです。はい。失礼しました。あすごい。ハルネさん痛いですね。痛いですね。すごいすごい濃くなってる。まあ、こんな感じでやってもらった後に、はい、ちょっと周りをあざっぽく。ああなるほど。ここはもう皆さんのセンスですね。すごい。ここは私はアドバイスできません。
なるほど。じゃああれですね、どうしてこの傷ができたかっていうストーリーも必要ですよね。必要ですね。私でも実際こういう傷を作ったことが、作ったっていうか、はい、実際になったことがあって、ガラス、ガラス、グラスかグラスが置いてあって、割れたグラスをなぜかほっぽらかしにしといて、はい、そこでなんか洗い物した時にシュッとね腕をやってしまいまして、こういう、まさにこういう感じになってしまいましたけど。痛いですね。もうすごい。でもね、本当に深く切ると血って出ないんですよね。へー、それはもう経験者しかわからない。で全然絆創膏とかもなかったから、血だらっと、だでも最後の方になってくるとやっぱり出てくるんですけど、血出しながらローソン駆け込んだんですけどそれあれですか、助けを求めに大丈夫ですかって言って、すいませんみたいなでローソンにも売ってなくて、そしたらおばちゃんがいて、そこに買い物客のおばちゃんがいて、はい、大丈夫あったって言って、ちょっとこれ貸してあげるから、これでどうにかしなさいみたいなね、貸してくれたりして、あ、都会でもいい人いるんだなって思ってしみじみと、そうしみじみとね感じましたけど、わーすごい、なんかデスメタルな感じですね。いやちょっと意味わかんないけどちょっとデス系にしちゃいましたすごい、これボンドとドーランだけですもんね、使ってるの。そうです、ファンデと。すごい痛々しい、痛々しいものを放送して皆さん見たくないって言って、視聴者数がどんどん減ったら減ったらごめんなさい、ごめんなさいみたいな。こんな感じで、おーすごい、どうでしょうか。すごい。でプラス、うん、あのちょっとお洋服が汚れてもいいって方は、はあ、例えばアクリル絵の具の赤い絵の具を真ん中にこう入れていただくと、ちょっと血が出てる感じにも。あー、なるほど、すごい。っていうかあっという間ですね。皆さんどうですか。すごい、今すぐ絆創膏したい意味ない、絆創膏したいだって痛そうだもんすごい、あ、痛そう、痛そうですよねほらほら、すごい。これってあれですね、あのおでことかにこうやって、あ、できますできます、ね、やったらねいいですね。で、ポイントはその真ん中、傷の開けたところが、開けたところが一番痛い部分なので、はい、あのちょっと黒を入れていただいて、濃いめの色を入れていただいて、さらにこう深く見せるっていうのと、しっかりここのボンドと肌の境目もしっかりこういった風に赤と紫と黒を、うんうんうん、ま、あのまだらというか、うん、そんなきちんとじゃなくていいので、ちょっとラフにこう指で叩くように塗っていただくと、こういう風にぼやっとした雰囲気になって境目も分かりにくくなります。これはあれですね、殴り合いの末ちょっと切られた的な感じですかね。そうです。で、ちょっとスッてやけどしちゃったので。ああ、なるほど。そのストーリーができるわけですね。できますね。すごい面白いな。ボンドでもできるっていうのはまたね、手軽で。結構男性の方はやりやすいのかな。そうですね。あとは今は手の甲にあったんですけど、うん、例えばここの指のここの曲がるところとか、ここ手のここのちょっとパックリ切る感じのところとかにやると、さらにこう痛そうな、確かに、まあやらなくても私赤切りとかでパックリいけるんですけど主婦の方はちょっと今の季節切れてる方多いんですけどなるほど、そうですね、確かに確かに、へえすごい。ぜひ皆さん周りの方にもね教えてあげたらと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、傷メーカーありがとうございました遠目から見ると本当に痛い、さパッと見るといい、ね、あ、開いたって思うみたいそう、なんかちょっと今日ね、あの傷メイクしていただいたんですけど、そして前回もね、いっぱいいろんなあのメイクの小技を聞かせていただいたんですけど、あのまだまだいっぱい聞きたいことがありまして、ちょっと基本となるですね、ファンデーション
をどういう風に塗るのかなと思って、多分ファンデーションを塗る男性の方々もいらっしゃると思うのでそこはあのみんな楽しめるかなと思うので、ちょっと お伺いしたいと思います。どうしたらいいんですかね。まずですね、あのファンデーションっていうのはお顔の部分で一番土台になる、うんうん、一番重要な部分になるので、ここで綺麗なベースが作れると、うん、後のメイクがもっと綺麗に見えます。はあ、大事ですね。じゃあ本当大事です、うん、で、まあ、まあいろいろポイントがあるんですけど、まずこうファンデーションの方を塗っていくにあたって、うん、スキンケアをまずしますよね。ああ、お化粧します、はい、うん、どうしてます。お風呂上がって、そっから入るんだ。お風呂上がって、化粧水つけて、髪の毛乾かして、クリーム塗ってコンタクト入れて、で歯磨いてっていう感じですかね。すごい細かいですね。ありがとうございます。でもその後にあのベース塗ります、はい、ベース塗りますよね、はい、でその時に重要なのが、うん、まずお化粧水塗ります、はい、乳液の方いると思うんですよ。ああ濁ったやつ。そう、あのいやミルクローション的にとろっとした感じ、はい、それですぐ化粧下地とかっていく方たまにいると思うんですね、はあ、クリームじゃなくて、はあはあ、でそうすると乳液って結構、うん、テクスチャーというか質感が緩い感じなんですよ。へー、結構そんなんですか。サラサラ系じゃないですか。クリームってしっかりもちっとしてるんですけど、はい、うん、その乳液でサラサラ、ちょっとサラサラしてる上に下地とかファンデーションのせるとしっかりこうフィックスっていうか、しっかりこう密着しなくて緩い状態の上にのせてるので、ファンデーションがムラになったり、あとはなだれ、うん、起きやすいんですね。ズルンと取れちゃったり。ああ、なるほど。ちょっと手つけただけで。へえ。っていうので、スキンケアはお化粧水塗っていただいた後に、うん、まあいろいろ塗ると思うんですけど、最後はクリームでしっかり仕上げてください。うん、ああ、なるほど。じゃあ間違ってなかった。間違ってなかった。OK で、スキンケアしました。うん、だいたいクリーム塗った目安としては、うん、ベタつかず、ちょっとベタついて肌に吸い付くぐらい、ほうほう、もちもちとする感じで塗っていただいて、はい、くといいと思います、はい、で、そのままファンデーションに行っていただいてもいいんですけど、うん、一回下地、はあはあはあ、塗ってます、塗られてます、うん、化粧下地なんですけど、メイドインジャパン、メイドインジャパンって書いたパッと買ったやつだけど、これは何ですか。あ、 BB クリーム。あ、 BB クリーム、ただの BB クリームでした。でもあの BB クリームは化粧下地としても使えるので。あ、そうなんですか、はい、あ、じゃあなんとなく別に間違ってはないのかな。間違ってはないです、はい、なんでこのその下地、うん、または BB クリームを、うん、そのクリームの上に塗ります。はい、まあその色味補正っていうのもあるんですけど、うんうん、まあ、お肌の保護の役割もしてくれるので、はい、塗っていただいた方がいいのと、はい、プラスその素肌とファンデーションの付きを良くしてくれるのにこれは塗っていただいた方がいいです。なるほど。私結構これだけ塗って、今もそうですけど出てきちゃうんですよね。それでも大丈夫大丈夫ですか。あの肌が綺麗な方は実際私は塗らなくていいと思ってるんですよ。あ、そうなんですか。結構そのファンデーションって皆さん絶対塗らないといけないと思ってると思うんですけど、逆に肌が綺麗だったら素肌を見せてほしい。あ、なるほど。っていう私の考えがありまして、なんで肌が綺麗だったら本当下地だけ、うんうん、まあ、せめて下地だけ、なるほど、日焼け止めみたいな感じに塗っていただいて、うんうん、OK、じゃあ肌が綺麗な方が横着ができるってことです、皆さん。そうですね。っていう横着ができるから肌綺麗になりましょうって私すごい思うんですけど横着できるプラスファンデーション塗らない方が絶対お顔はナチュラルに見える。あ、なるほど。でその後下地を塗りました、うん、まあ、ファンデーション、はい、でファンデーションもいろいろ種類があるんですけど、うん、あの坂井流でいかせていただきますと、はい、まあ、リキッドファンデーション先に塗ります、はい、まあ、あのちょっと話が長くなっちゃうんで簡潔に言うと、はい、ファンデーションもいろいろ種類があって、うんうん、リキッドファンデーションとか固形のものがあったり、うん、クリームファンデーションがあったりっていろいろあるんですけど、いろいろ用途がありまして、うんうん、カバーしたりとか保湿したりとか薄く塗りたりとかあるんですけど、スタンダードなリキッドファンデーションで、はい、でお
かを塗ってもらって、うん、まあ綺麗なところは塗らなくていいと思います。へえ、そうなんですね。なんでまあ全部ちょっとトラブル隠したいって方は全部塗っていただいて、うん、あんま塗らなくていいなって方は面の広い部分だけ、うんうんうん、あの目の下三角ゾーンとお鼻ぐらいでいいと思います、はい、私結構クマが気になるので多分クマのとことかはちゃんと塗った方がいいんですね、うん、ちょっと塗っていただいた方がいいです。なるほど。で注意するポイントがあって、目周りと口周りはよく動く部分なので薄めにお願いします。薄めに、はい。これ塗っていただいた後に次コンシーラー、コンシーラーで例えばニキビ隠していただいたり、うん、あとはここのルネさんってお化粧してるんであれなんですけど、目のここの横、うんうんうん、の結構すっぴんだと皆さんくすんでる方が、ね、あ、なるほど。私もちょっとくすんだ赤くなったり、うんうん、特に小鼻の横も赤くなったりする方がいるんですけど、うん、そういったところを補正していただく、はい、まあ、目の色とかここのクマの部分とか、うん、鼻横とか口角の下の部分ですね、うん、っていうのを塗っていただくとお顔のくすみも取れてちょっと全体的にお顔が上がった印象になります。へー、なるほど。そうしましたらあのお粉、はい、お粉を塗っていただいて飛んじゃうね、これ塗っていただいて、はい、OK です。OK ですか、はい、なるほど。全体的にお粉を塗ってもいいんですか。全体的に、あ、お粉を全体的にはたいてもらって、うん、仕上がり。仕上がり。なるほど。で、一番最初にパウダーをお粉のせる部分は目の上。目の上。お先にのせてください。で、目元って動きやすいので、多分下地とかファンデーション塗ったままだと筋が出てると思うんですね、まばたきすると。なんで一回目をこう閉じていただいて筋を一回取る、指で伸ばしてからパウダーをのせていただく、うーん、っていう感じになります。へえ、わかりました。ちょっとじゃあ明日から、まあ、まず道具を揃えることがかな、ね、私だったらすごい駆け足だったんですけど、ね、もっとこの話で2時間ぐらい話あいけるんですね。いけるっていう話。じゃあまたそれ次回やっていただくことにしますね。ということで、じゃあ、ファンデーションはそんな感じで塗って、まあ、いろいろ流れがありますということで、はい、わかりました。じゃあ私も明日からやってみたいと思います。はい、じゃあありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日はありがとうございました。キズメイクに、あとファンデーションの塗り方まで教えていただいて、ということで今日の先生、坂井のぞみ先生なんですけども、普段坂井のぞみ先生がされている、まあ、お仕事というか、私は知っているんですけども、初めての方にちょっとご説明していただけますか。ですね、あのアニムスという場所にいるんですけど、一応ヘアメイクとフェイシャリストっていう2つ の, あの顔というか、うん、2つのジャンルで今いろいろやらせてもらっております、はい、でヘアメイクの方は、まあ、ルネさん の, あのステージのメイクなどもやらせていただいているのですが、その他にも雑誌ですとかテレビですとか、うん、あとは、まあ、ファッション系のお洋服のブランドの本とか、うんうんうん、まあ、そういったいろいろなジャンルをやらせていただいております、はい、あとはフェイシャルの方はとアニムスがとヘアサロン、フェイシャルサロン、ヘアメイク事務所という3つに分かれていて、うん、その中のフェイシャルサロンで実際にこうフェイシャリストとしてお客様のお顔のケアなどをさせていただいております、うん、はい、ということで、私もねやっていただいたこともあるのですごい気持ちよかったので、ぜひ皆さんね行っていただければと思います。で、まあ料金とかウェブの方は今こちらに出させていただいております。ぜひね皆さんにも行っていただきたいと思います。で、Facebook もあります、アニムスで検索していただくと、なんか間違える方が多いっておっしゃってましたね前回ね、はい、アムニスと間違えないように、はい、アニムスでお願いします。アニムスで皆さん検索してみてください、はい、多分すぐ一番上に出てくるので、うん、はい、はい、そうですよね。私もいいねさせていただいて、いろんななんか豆知識的なこととかもね、いろんな情報が出てるので、はい、あとは、アンコールマガジンにも
毎回掲載していただいております、はい、こっちは、ヘアサロンの方ですかね、やっていただいております。これクーポンもついているので、はい、アンコールマガジン見たよって言っていただければ、これあのいろんなサービスがかなりお安くなったりするようなので、はい、ぜひ皆様チェックしてみてください。あとなんか新しい試みを考えられてるということで、はい、あの先ほどルネさんと一緒にそのベースメイクについてお話をしたんですけど、うん、アニムスでは今アニムス美塾っていう美塾をやっておりまして、いろんなジャンルの内容を話してるんですけど、例えばヘアアレンジの仕方とか、うんうん、メイクの仕方とかっていうのがあるんですけど、今そのベースメイクについて、はあ、ちょっとお教室をやろうと今企画中でして、うん、まだこういつやりますっていうのもちょっとまだ確定ではないので、うんうん、そういったものもその Facebook 見ていただければ確認できるので、はい、ぜひ興味ある女性の方、男性の方も見ていただけたらと思います、はいはい、それは皆さんを集めてなんか講習会的な感じなんですか。そうですね、皆さんも実際にやっていただく。やっぱり雑誌とかだと実際やり方もなかなか分かりにくかったりするので、うん、実際私が皆さんとこうお話をしながら自分でもトライしていただく。そう、いいですね。だって雑誌とか見ても自分に当てはまらないところとか結構ありますもんね、うん、ね、だからそういうところ教えてもらったりとか、はい、できたらいいなと思います。じゃあまた詳細あの決まったら、はい、教えに来てください、ルネの部屋に。お邪魔します。また遊びに来てください、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、今日の先生はアニムス酒井のぞみさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。